ひねか錦糸町は東京都墨田区の楽天地ビル、錦糸町西部内プライム館7階に存在した映画館。座席数は130席。1986年11月5日、開館。1994年1月末に閉館。経営は当時セゾングループの企業であった声優。1990年春からのソビエト、映画専門館としてのユニークな運営で。 個性的なミニシアターであった。この専門館の解説への経緯は、セゾングループとソビエト政府文化省に交わされた文化交流の覚書に基づくもので、専門映画館の東京での解説が1970年代末に企画されていたものの具現化であった。リニューアル以来の一連の活動により、ロシアソビエト映画の話題作が、キネカ禁止庁に集まり、不思議惑星金、ザザヤ、 パラジャーノ夫妻ボリス・バルネット祭などが上映。ポピュラーとクラシックをバランスよく、仮作を上映する映画館として評価が高かった。1994年初の閉館後、このロシアソビエト映画の上映などの活動は、国際シネマ・ライブラリーなどにより、1995年春、シネビ版、六本木にて開催の映画の貴公し ボリス・バルネット、岩波ホールにて上映の、私は20歳、ロシアソビエト映画祭などに継続される。ひねか禁止町劇場入り口源、楽天チビル別館西部美術館が開催した、芸術と革命展、シネビバン、六本木を会場とした、鶴は飛んでゆくのリバルバル上映などがこの一環。ロシア語を元にした、小さな映画という意味の造語。ありがとうございます。